どうも、三浦大地です。メリークリスマス、ハッピーホリデー。ということで、クリスマスだね。前回、ハロウィンの時にね、みんなでハロウィンパーティーしましょうなんつってやりましたが、本日も、クッキングシミュレーター、メリークリスマスっても書いてあるね。ここに書いてあるね。ね、ちょっと、メインメニューもこんな仕様になっておりますので、 え、やっていこうかなと。で今日も、えー、みんなでね、まあ、なんか、ホリデーな感じの、ウィンターシーズン的な、クリスマス的な、そういうものを作っていこうと思うんだけどさ、見て、ほら、冬の祝日っていう、このモードがあってさ、ウィンターホリデーですね。一年で最も素敵なシーズン、この祝日をみんなでお祝いしましょう。素敵な山小屋で、 クリスマスマの晩餐会を開くことになりました早速ゲストを招待して準備を整え料理に取り掛かりましょうゲストの好きな料理を振る舞い喜んでもらいましょう新しいレシピの料理を作ると高評価がもらえますよそれか自分の好きな料理を作り一人でささやかにクリスマスをお祝いするのもいいでしょうそれもいいね誰かに出すというよりかはやっぱ好きな料理を作るっていうのがいいんじゃないのうんそううしよ,うよ ゲスト、これゲストって、あ、すごいね、こんな増やせるんだ。まあ、一人にしとこうか、とりあえず。山のキッチン。まあ、一応チュートリアルはオンにしとく。前回ちょっとオフにしてさ、どうなってんのみたいな感じだったから。一応入れとこうか。さあ、みんな、クリスマスパーティーだよ。ちょっとね。 クリスマスな料理を作っちゃおうよ。好み。あ、ゲストがいる場合はゲストが選んだ料理を含むレシピを選んで喜んでもらいましょう。ほう好みがあるのね。レシピを割り振る。あらかじめ割り振っておいて必要なアクションを順の踏んで行いましょう。は割り振るねあ。難しいレシピの料理を選ぶほどゲストの満足度が上昇。余裕を持って準備しましょう。 ゲスト全員に料理を届けないと晩餐会は始まりませんと。料理を保温ええ。あ、こういう IH 的なところに皿ごと乗せて保温するってことができるんだね。へえ。で、ディナーを終えるたびにディナースコアが。ああ、一応こうスコア的なのもあるんだ。あ、でも、何これパークああ、早く歩ける。 アイテムを手に取ったたりり置いたりする際のリーチが長くなる前回さ <laughs>、なんか塩かなんか奥に行っちゃって、取れなかったよな。長いリーチいいかもね。ああ、あと材料の温度ね。あ、瓶が絶対に割れないとかもめっちゃいいじゃん。あ、お皿割れない。これはあ綺麗に取り除いてくれる。魔法の杖。手で熱い材料を持って、 で運ぶことができるあーそれもいいねカットしてる間アイテムが動かないようになるあーそれも便利そうえー、どれがいいかなカットしてる時にアイテムがか動かないのは便利そうじゃないこれにしてみようか、ま、これもいいけどね熱い材料を普通に取って あ、なにこれ何個か選べるってことああ、そういうことあ、必ず選ばなきゃいけないわけじゃないのか。こう、選んでいけるんだ。ああ、じゃなくていいかな。能力なしでさ、作ろうよ。ねえ。さあ、あ、これゲストあ、いらっしゃいませ。 よろしくお願いします。あ、じゃがいもがお好きな方です。あー、でここ、ここ、今これ選んだら消えちゃうけど、ここに、ね、じゃがいものマークがついてて、それをついてるやつの方が喜びますよ、みたいなことなんだ。あ、で、これがレベルでしょむ焼きエビに、ゆでエビのソテー。 サーモンステーキとボイルドポテト。あ、だからこれ、数字が大きい方が難しいんだろうな。クリスマスっぽいのなんだろうあ、っていうかなんか上に、時間出てるね。これ時間の中で作んなきゃいけないのかもね。うーん。あ、まあ、でも相当3時間 <laughs>。3時間19分あります。さすがにそんな長くはかからないはず。 えー、どれがいいかなぁ、ま。まずさ、まずちょっと簡単なのにしないあ、結構、あ、すご。すごいよ、これ。料理の数が。あー、最、やっぱ、最後はこう、あ、タルトね。 クリスマスマケーキとかじゃないんだね、まあ、でもタルト最後作りたいねマンゴータルトいいじゃん焼きクリスマスハムのガーリックポテト沿いへえあここに書いてあるねこのクリスマスマークがついてるやつがクリスマス限定のメニューなのかもねクリスマスハムって何 したらクリスマスメニューがいいね。せっかくだから。うーん。まあ、この上は普通のメニューっぽいな。せっかくだからじゃあクリスマスメニューにしようよ。クリスマスメニュー。一旦これ作ってみるあ、こっちにしようか。ガーリックポテトが添えてあるからね。ちょっと3。3むずいかな。あ、この三月のレシピを見る。3難しいかな。 でもじゃがいも好きって言ってるからね。あ、じゃあまず簡単そうなところから行ってちょっとお芋ばっかりになっちゃうからじゃあまずさスープとかなんじゃないのまずスープじゃないガスパチョガスパチョって何だっけ冷製スープ的な感じだっけガスパチョにするか。まずガスパチョ。 まずガスパチョを作るわ。はい。ここ ?OK。え、キュウリ、トマト、赤ピーマン、ニンニク、パン。OK。キュウリ、トマト、赤ピーマン、ニンニク、パン。こっちか。キュウリと、あ、なんか皿。お皿にのせようよ。キュウリ、これでいいか。OK。えー、パン。 あれパンっつってたっけきゅうり、トマト赤ピーマンこれだねニニにんにく、生姜、あこれにんにくにんにく、パンとりあえず持っていこうあああああもう <laughs> ああもうやめたいもうやめたい <laughs> もうやめたい。マジこれしゃがむのどうすんだっけしゃがめないのあ、しゃがめるね。ちょっとこれ、掃除、掃除機これ、掃除あ、いけるね、いけるね。そ、掃除。あ、これ食材ごといっちゃうのね。ちょっと待って。ちょっと待って。 えーっと、ちょっと待って。えー、これまちょっと置こう、置こう、こう、えー。食材はちょっと、まあ、下落ちちゃったけどさ、これもったいなくないこれ。下落ちちゃったけどさ、もったいなくないさすがに。3秒ルールってあるじゃん。ね今、どんぐらい落ちてからどんぐらい経った ?30 秒ぐらい ?30 秒ルールにしようか。 <laughs> 30秒。<laughs> 30秒ルールってことにしてさ。これ、どうすんのこれ。もう割れちゃって。あ、ここかな捨てれるっぽくないいや、料理作りたいの、ね、よ、俺。そう、カッシャーンじゃないのよ。違うんだよなやりたいこと、これじゃないんだよな まあでもこれ破片あるとダメだからね。いや、さっき皿割れないの選んどいた方がよかったか,か曲がり角気をつけよう。<laughs> それ料理作るときに曲がり角気をつけようとかあるなんか食材の切り方とかさ、そういうことじゃないの曲がり角気をつけようって何いや、もう勘弁してよ、もう。 違うのよ。みんなとクリスマスパーティーしたいだけなのよ。許してよ。ちょっとあの、あれはさ、ちょっと一応使おう。これ材料。ちょっと落ちて、30秒ルール。30秒ルール。きゅうりトマト、赤ピーマン、ニンニク、パン。きゅうりトマト、赤ピーマン。あれ赤ピーマンどこ行ったあれ、とら、あ、ここだ。もうここに落ちてるじゃん。 え、これはえ、なんだろうな。1分ルールじゃ。<laughs> 1分超えてるかな。1分ルールということで。あ、で、で、こっちに来て。はい。どうすればいいの混ぜ合わせる。混ぜ合わせる。混ぜ合わせるとはあ、フードプロセッサーに加えるって書いてあるわ。フードプロセッサーってこれ あこれだね。OK じゃあこれにあいいねいいねいいねあ入れれるよあすごくパン入れんのあちち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 あぶなえ合ってるよねちょっともう1回きゅキュウリトマト赤ピーマンにんにくパンキュウリトマト赤ピーマンにんにくパンあでグラムがあるぞ。 えー320。今これどんぐらいパンが 300g になってるね。パン半分か。パン半分だ。これ取り出すのどうすんの取り出すのどうすんのこれ。パン。あ、パン取り出した。パンはじゃあ半分に切らないといけないね、これ。えー、っと、違う違う。高度な。 違違う違う、こっちじゃないのよこっちじゃない俺が回したいのはこっちじゃないのよもう置くしかないかで包丁あった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 たったあパン用のやつとかないのかなツールの正確な仕様キッチンで道具を正確に使うことは非常に大事でシフトを長押しすると現在手に持っているものを別の方法で操作できるようになりますこれねはいはい、はい、とりあえずこれ半分に切るか えーっと、ぐるっと回って、こんぐらいはい。はい、いいよ。あれあれ。OK。だいたいこれ、どうどんぐらいこれ ?129。あれ、ちょっと、ちょっと少ない。じゃあ、多い方入れとこうか。 ちょっと多い方。はい。で、トマト120。トマト360だからもう2個入れなきゃいけないね。あ、違う違う。えっ、ー、と、これ置いて。トマトがもう2個。はい。で、ここでレシピ。あ、見れる。見れるじゃん。えー、赤ピンマン480。 ああ、ねはい、だからもう一個だね。はい。で、ニンニクが20。ただもう一個だね。はい。で、キュウリが320。これもう一個だね。オッケーオッケー。これを入れればいいんだ。曲がり角気をつけて。曲がり角気をつけて。入れる。えー、いけるこれ。あ、違う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 ,違うちょっと待って。オッケーオッケーオッケー。おい,いよいよ。 いよいいよ。あ。あ。今回いいかも。オッケー。はい。で、これを、混ぜ合わせる。オッケー。混ぜ合わせよう。はい。ここにセットして、で、あん。おーい,いねー。混ぜ合わせた。で、オフ。はい。 混ぜ合わせましたでこれなんか音がさでかっ <laughs> 音でか <laughs> 急に音でか環境の音量もうちょっと上げていいのかな環境の音ちょっと上げようか なんか置いた時に音とかしてた記憶があるけどな。なんかあんまり、変わってんのか変わってないのかわかんない。まあ、いいや。ええー、と、オリーブオイル300ミリ、あ、向こうで見れるね。オリーブオイル300ミリ、えー、ワインビネガー300、塩胡椒。ョあ、で、 冷えた状態で提供だね。オッケー。オリーブオイル300。オリーブオイルどれわ、すっごいパールオリーブオイル、これ。はい、オリーブオイル持ってく。で、これで、これにオリーブオイルを300入れる。300? 本当あ、違う。300じゃない。30じゃない。ちょっと待って。あ、危ね。あ、危ね。300多すぎないと思って今。あ、危ね。気づいてよかった。30,30 30。あ、危ね。 はい、これで傾ける。はい、OK、完璧。はい、オリーブオイル。で、えっ、ー、と、もう一個がなんだっけワインビネガー。ワインビネガー、水酒ここら辺のところかなワインビネガー。んこれか。はい、ワインビネガー。 危ない壁怖い。いこれも30だねよいしょあと10あと1あーちょっと多くなっちゃったはい OK んで塩10黒胡椒ょ10塩 黒胡椒あった。これ10ね。はい。んで、いいか。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい。んで、あと塩か。塩どれだこれだ。はい。いいよいいよ。順調順調。はい。塩も、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。OK。で、らに、深皿に液体300を注ぎ入れる。深皿。深皿これだ。深皿。あ、これ、ここにも1枚あったな。んで、はい。注ぐよ、これ。どっから注ぐのこれ。 どういうここうああ、難しい。ああ、なんかああ <laughs> ちょっともう300だよね。ちょっと難しいね、これ。もういイカ。400入ってるじゃん。もういいか で汚いえー、でなんかあーこあーこれかなちょっと待って葉っぱ系かなちゃい飾るチャイブって何なんか上にってたあこれだチャイブあチャイブ取ったチャイブ <laughs> こんな <laughs> こ合ってるこんななんかこれ混ざなんかたまたま入っちゃった葉っぱみたいな えーっと、八だからもう。あ、これ一本一本じゃないといかないのか。あ、てか、これを持っていけばいいのか。このお皿を持って、あと2本。チャイブ。チャイブ。はい。チャイ <laughs> 合ってるこれ。はい。できたよ。どうぞ。 え <laughs> そんな食べる音する。<laughs> あいやいやもう食べ終わってるから。え食べ終わってるから。あでも料理えこれ高いのかなそこはどうなの。<laughs> あー面白い。 あんな食べ方ありますか出口って何メインメニューえい,いえやり直し。ゲームを再起動。い,いえど,どういうことえ、どういうことこれでやり直し。ゲーム再起動。メインメニューに移動。 これ何メインメニュー戻っちゃうのかこれ。あ、これでディナーが始まっちゃったよってことか。だってガスパチョだけでいい、あれだったんだ。じゃあもう、もう、ゲスト、ゲストもう、じゃあ2人、あと2個ぐらい作りたいよね。ちょっとメインメニューとケーキそうしようよチュートリアル1回もうオフでいいや。OK。 もう一回行こう。パーク。まあ、パークな。いや、俺はいらん。ようこそ。いいね、ダンディーなサンタさんみたいな髭のジェントルメンと、いいですね、ジェロメンと、サンタコスプレをしております。よろしくお願いします。 お二人はじゃあ何が好きなんですかちょっと好みを聞かせてください。パン。パンが好きなんだ。じゃあパンが作、っ入ってる何か。はあ、はあははあ、はちなみに、ちなみになんですけども、この方はフェタチーズ。ああ、じゃあ、ベークドポテトフェタチーズがけ。 うんそうね、さっきのガスパチョ1でしょじゃあ2にしようか。ちなみにもう一回ちょっと、ジェントルマンのやつは、あなんかいっぱいあるなガスパチョのね、もっとなんか難しそうなやつとか、何スパイシーシャクショか。で、ちなみにこれさ、もう関係ないじゃんクリスマスのメニュー。 クリスマスマのメニューはいいよな好みのやつもわかるんだけどさクリスマスマハムがよくないあーでもケーキとかは別にクリスマスって感じじゃないのかでもこれ作りたいよねマンゴータルトやっぱ焼きクリスマスハムのガーリックポテトで作ろうよ とりあえずこれだな。とりあえずこれ。で、あなたには、ちょっとごめんなさい。ちょっと、好み入ってないんですけど、ちょっとマンゴータルトを。<laughs> その <laughs>、料理のバランスとしておかしいけどね。こっちにメイン置いて、こっちに、いきなりホールで、マンゴータルトを置くの。よし、作っていくぞ。 えじゃあね、まず焼き、クリスマスハム。ハムを取る、2400グラム。お、すごいね。2400グラム。ハム。どれだ、クリスマスハム。いっぱいあるねっていうか、すごいね、これ。クリスマスハム。ん 違うね違うね、クリスマスハムえ、どれここにないもしかして違うよねこれね。うーんちょっと待ってクリスマスハムハムを取るハムあった これまた違うもんねあちょっとなんか買っちゃったな買っちゃったちょっと置いとくこれハムじゃないこれハムこれバンズハムはだって冷やしてるよねきっとここにあるはずじゃないのもう一回下見てみよ 卵、アスパラ違うね違うねあれヤギチーズここチーズコーナーかエビもあったけどえハムこれでいいのかな肩ロースでも違うハムとはちょっと違くないんステーキベーコン ホタテポークチョップアーガー肉鶏もも鴨だねポークテンダーロインマグロ肩肉胸肉ソーセージえハムなくない別の場所 これ関係ないねあビールビールあるんだあじゃあちょっとまずビール飲んで待っといてもらおうかお二人にはねグラスあんのグラスないのかなグラス欲しい グラスなさそうグラスないのかこれああないのかまあでもじゃあこのこれごと置いとこうかせっかくなんでねお二人せっかくですからビール置いときますよあじゃあレディーファーストでねはい であれ置けない。え、置けない。ん閉じる。え置けないよ。離す。ちょ、待って、縦に移動。こ,こどうことお <laughs> めちゃくちゃ難しかった。あ、そして、ちょ、レディーファーストって言ったのに。ちょちょちょ。はい。はい。はい、えっ、ー、と、じゃあ、ちょっと。あ、じゃ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 えー、置きます。えー、こうして、えー、縦に移動さして、えー、ちょっとラベルがね、ごめんなさい。ラベルがちょっと。はい。ラベルがちょっとこっち向いちゃってますけど、すいません。もう一個ね、持ってくるんで。ジェントルマンはちょっと待っててくださいね。 はい、これもね、ビールっぽいから。これ持ってこう。はい。お待たせしました。ちょっと後ろから失礼します。あちゃ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 これで、はい、縦にこうして。はい、オッケー。はい、ちょっと飲んで待っててください。ここら辺は関係ないよね。グラスないよね。おぉ、あなんかちゃんと見たけど今。 すっごい立派だね。ねハムがないんだよ、ハムが。切ればハムになるの、これ。でも違うよね、これ。肩ロースって書いてあるもんね。一回切ってみるか。えー。例えばちょっと薄切りみたいな。はい。 はいはいはいあ、なかなかういんじゃないまあそうだよね。切っても牛肩ロースは切っても牛肩ロースだよね。ハムあこっから選ぶのかそういうことか。この中にありそう。あたたたたた。はい、購入。 ハム、おお、すっごい。ハム、いいね。2400必要だからね。これ何これ今何あ、これで2400だね。オッ OK, OK.2.4kg って書いてあった。ちょっと、待って。えー、っと、これこれ、これ取って、ちょっとごめん、牛肩ロースちょっとさ、ちょっと硬化して。 ちょっと一枚ずつになったからちょっと <laughs>。その上に積み重なっていく感じがすごい面白い。はいはいはい。はい、OK。はい、OK。はい。で、これ、はい、置きます。で、以下で味付けする、ニンニク、乾燥 400g。ムーリー乾燥 8g。 ニンニク乾燥。ローリエ。あ、こっち系かなああ、ありそう。あ、ローリエ。はい。まず持ってこよう。ローリエ。で、ニンニク。ニンニクの乾燥。これか。はい。ニンニクの乾燥。 ニンニク乾燥ローリエ。あとはえー、オールスパイス粉末。オールスパイス。オールスパイスとは全部入ってますよってことさっきあったのかなオールスパイス。あ、これか。はい。オールスパイス。 で、あと黒胡椒。はい。黒胡椒、黒胡椒。こっちじゃなかったっけあと、はい。はい、持ってきました。で、えー、イカの中に入れる。あ、蜂蜜と白ワイン中に入れるんだ。オッケー、ニンニクと、ニンニク40。 4 0ム振りかけろってことか。ニンニク40。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。いいよ。はい、どんどんかけて。40。まんべんなく。OK。まずニンニク40。で、次が。ローリエ8。オールスパイス15。ローリエ。 はい OK でオールスパイス15123456789912345はいで黒胡椒ょう18あーでも美味しそうだななんか。 18だよね。はいで「はちみつと白ワインの中に入れる」って書いてあるからなんか鍋とか使おうかねドポンとつけようっていう話だよねえっと白ワインだよね多分ね合ってるよね うん、白ワイン200。一回、はい。白ワインを200ね。はい。まだ入ります。面白い,い。はい。ちょっと多かったけど。はい。で、あとは蜂蜜。 120。蜂蜜はどれだこれか。はい。あ,あ、ラベルにちゃんと蜂の数が書いてあるね。蜂と。で、120か。120。あ,あ、でもこれにつけるのか。美味しそうだな。あ、あ、いや、ちょっと、ごめん。 でこれの中に「つける」<laughs> 使ってるこれ使ってるちゃんと OK 使ってるかこれその天板に映すということその天板に映すってこれここで焼くよってことその天板に映すって何 中中の中に入れるえ合ってるこれ <laughs> 合ってんのかな <laughs> ちょっと分かんないですちょっと分かんないですんでどうすんのはいその天板に映すハムその天板って何 その天板って何か「焼く」って書いてあるねその天板その天板って何うーんハム100秒焼くで下で味付けしてカット。 で、こっちガーリックフライドポテトねえー天板に移すちょっとわかんないなグリルパンじゃないね鍋まあ、でも鍋に置くかはい移す味ついてんのこれほんとほんとこれほんとに大丈夫 12200合ってるよねうん合ってると思うんだよな水入れるとか書いてないよねうん書いてない書いてないねいやいいんだと思うんだけどな その天板に移すって何だろうここで焼けるかあこの鍋の上にじゃあもうのせて焼くか100秒あなんかこれ使えるはい たっ,ったからはいこ,これぐらいはいなんか回したりとかしなくていいのかなあ,あいいねトングトングえなになにどういうことえなになに <laughs> わかんない。トングの使い方わかんない。ちょっと、これ終わって、ちょっとだけ長めにやろうか。今焼いてます。あ、このハムのところの緑のゲージがね、増えてってるね。あれ、増えてないこれが焼けてますよ、みたいなことじゃないのかな。はい、あと30秒。 100秒だよねこれ100秒焼くって書いてあるよねそうだよねで粗挽きにんにく1かけ分とあで味付けすると粗挽きにんにくんかあったっけこのあたりにこれか粗挽きにんにく1かけ分これを 5 0ッ o k これで量を12345あ OK、はい、止めてはいこの止めるはい鍋ごと持ってって持てんのあったかくなってないんじゃないのこれはいで切る どれぐらいだろう ?100、あれ ?150 っすよね。150のピースってどんなもん2 4キロに対して。一回ざっくり切って、この真ん中から切っていこうかな。これぐらいで切って、例えばこれぐらいとか。百これ189か。 これで189。これ生じゃない <laughs> なんか。本当かこれで189だから。これちょい薄めぐらい。で何枚切のあれ2枚ね。はいはいはい。で、お皿に移すと。大皿にするか。あ、ちょっと待って。えー、っと。はい。 じゃあここにまあじゃあこの 2, 2枚置いときましょう240もあるねあれ思ったよりもって感じだなまあいっか <laughs> まあいっかとか言っまあいっかまあ大い、e、に越したことはないっしょいいっしょねこれあのジェントルマンにあげるからさ で、じゃがいも。はい、じゃがいも。なんか火がパチパチいってない大丈夫かじゃがいも。はい。えー。じゃがいも150。はい、1個だけね。で、塩、にんにく、黒胡椒。で、4分の1にカットする。 塩、にんにく、黒胡椒かな塩、にんにく、黒胡椒。だから塩。はい。でえ二、ー、242。OK。ん ?242、合ってるよね。242。塩があれ何が 242? <laughs> 何え、<laughs> 塩 えぇ、ー、塩、ニンニク、黒胡椒10番で二四二塩、ニンニク、黒胡椒。塩、一二はい。ニンニク、一二三四はい。で、黒胡椒が、二一二 はい、来ましたでこれをカットするはいあーちょっと絶妙な位置になってたなあでもこういう感じかなあオッケーオッケー,ッケーはいでこれを鍋鍋にあ違ち違うち違うち違うな,なんか <laughs> なんでそこに包丁 これ鍋を持てばいいのか。はい。あ、違う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 。なんでそう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 。そう,そうそうそう。はい。で、これで、鍋に加えるオリーブオイル。鍋に加えるオリーブオイル20。じゃがいも焼く。あれでもこれさ。あ、これ。 あったかい状態でここに置いとこうかこれスイッチついてんのかなうんってことはこれ普通に焼くってこと洗い物とするとことかないんだよな特によいしょえっ、ー、と もとってでオリーブオイルで30秒焼くとオリーブオイルはどれだっけオリーブオイルこれかはいオリーブオイルが20 ちょっとこぼれたけど、ね、でこれで焼くはいはいであかい状態ねでオレンジのスライスオレンジを180を30のピースに切るとオレンジこれかあすごいむ向いた状態で出てきた で、これを切る。あれ、何秒だっ,っけ、俺測るの忘れてるわ。三十秒。どうかな。どんなもん。鍵開けてる。どうぞ。三十秒経ったんじゃないか。 はいはい。で、これで、はい、止めて。なんか、一個焼けてない感じするけど <laughs>。ええー。あ、ちょ、あ、ちょ、待って、待って、待って、ってこれ <laughs>。こう、オイルごと入っちゃったかもな。ちょっと、オイルごと入っちゃったかも。あー、でも、見た目は悪くないよ。見た目は悪くない。はい。これで、 ええー、あとはオレンジを30にすればいいのね。はい。だから。こうして。あー、なんこうなったらやりにくいな。どうしようかあ。こんぐらいか。ちょっと切り方変だけど。切り方変だけれども。 あ違う違う,違う違う違う。が、OK、で、これ持って。で、ローズマリー。<laughs> こん<の>な上 <laughs>。で、ローズマリーね。はい。ローズマリー。ローズマリーはどれですかはいはい、これ。はい、オッケーオッケーオッケー。あ、いいじゃん。あ、なんか美味しそう。 はい、ここに置いて。で、もう一個。もう一個がマンゴータルト。よし、これはいけた、これはいけた。これはどうすればいいの ?OK、OK, okay.。はい、マンゴータルト。いいよ。タルトを取る。はい、260。タルトを取る。こっから買えばいいのかなタルト、タルト。へぇー。 どうすればいいんだろうその他あ、すごい。クリスマスの髪飾り。え髪飾り髪飾りでってことクリスマスっぽさを演出できるよってこと髪飾りではないね、これな。だから多分翻訳ミスかな、これは。 調理器具あここでさコップ買えるんじゃないのあコップはなああるじゃんほらこれだもうぬっいぬっといビールこれに入れよう <laughs> ぬっといビールをえーっとこれではいこうして縦に移動してはい はいはい。これ、これ飲んどいてもらおう。だいぶぬるくなってると思うけど。えああ、入ってる入ってる。おっきいおっきいおっきああ、いいじゃない、いいじゃない。はい、こちらどうぞ。もう一個、もう一個買おう。 オッケーすいませんね。えーっと、コップをね、ずっと出してなかったもんで。<laughs> いつの話だよって話だけど。は、ね、い、これね、次ますので。あ、ちょ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 。ちょっと、向こう側に垂れたな。はい、こちらね、ぜひ。 ご堪能あれ一切泡も立ってないけど <laughs> えーでここ使わなかったやつはもうちょっといったん置いとこうねタルトタルトを取るって書いてあったねここは関係ないかこっちかやっぱこっちで買いましょう的なことか食材 タルトちょっと待ってるもう一回これかこれだはいタルト来たおおいいねすごい生地になってる一回ここにじゃあ置いてはいタルト置きました次は、えー、ココナッツミルクあ40秒焼くえー、でもこれ焼くってさとここで どういうふうに焼くオーブンでってこと違うな。ん違うね。あーちう。この上に置けないんだよな。焼くこれ何もう例えば、こういけるとか これ、っかかくななてんのかな例えばこうあこれダメだ置けないうーんえこれ関係ないよね焼くって言ったらでもオーブンなんじゃないの ダメだよ、ね、置けないね焼くこれこれ電子レンジだよこれ電子レンジ <laughs> 電子レンジ関係ないよね 電子レンジ関係ないよねえー、これどうすんのこれ焼くパエリア鍋違うなでもちょっとあったかくなってるなこれあったかくはなってるけど温度上がってるけど焼くって普通オーブンだよね どうやったらこれオーブンいけるんだろうもう置いてみるなんか無理やりこれで <laughs> いやでもなんか <laughs> あの紙…あれさ、耐熱なのかなちゃんとあの白いやつ あでもったかくはなってるけどこれ焼けてんのかなまあい,いや30んどれぐらい焼くってったっけ ?30 秒ぐらいみたいなじゃあまあ,あと10秒だけくるはい オッケーあでも一応焼けてるねおおすごいすごいはい来ました次フードプロセッサーココナッツミルクハチミツ黒砂糖ココナッツミルクハチミツ黒砂糖ココナッツミルクココナッツミルクこっちかミルクは。 あったあったあった,たココナッツミルクハチミツ黒砂糖かこう一応置いとこうハチミツハチミツさっき出したっけこっちにいはいで黒砂糖ね黒砂糖こっちかな黒砂糖 あーないな。いこっちのあたり、えー、ないねここから買おうかスパイス黒砂糖はい購入オケーで はい、これでえー、となんだっけえーえー、18025まず180あまずここ置かないといけないね、はい、あちょ見えない <laughs> 見えないです ここでやろうんなんだ今の 180? ああちょっと入りすぎたでなんだっけ2020 20の5はちみつ20の黒砂糖が5はちみつ え、あこぼれだで黒砂糖が512345はいでこれを混ぜ合わせる OK 混ぜ合わせましたそしたらカットレモンバナナオレンジいちごハニーマンゴー えーっとレモンレモンこっちだっけバナナバナナどこえー、っとこれかレモンバナナオレンジいちごいちごここだったなえー、っと いちごいちごが何個っつった六 ?6 個はいもう1個かはいあとはバナナあああもうあはいはいえー、えー、ちょっと待ってえー、3秒3秒 えー、3秒ルール。3十秒ルール。3十秒ルール。えっ、ーえー、と。えっ、ー、と、なんだっけえっ、ー、と、あとは、オレンジが、どっか行った。オレンジ、あ、オレンジギリ落ちてないじゃん。もし。もう、あとバナナか。ちょっとこれ。 これもうドアとかにも当たり判定あるからな、もう。忘れないようにしないと。はい。あ、はい、やっけ。よいしょ。いや、これち、料理作りたいのよ、もう。これ、お皿片付けたいんじゃないのよ、これ。 これハウスフリッパーってやってること,と一緒だよ。すごいこれハウスフリッパーじゃん、これ。クッキングシミュレーターがやりたいのよ。みんなでクリスマスパーティーしたいんだから。はい。OK。はい、で、あとバナナえっと、量がわかんないな、えー。レモン、バナナ、バナナが、 1 0 0ムを2 0ムのピースにする。とりあえずバナナ。えーと。バナナ、あった。バナナ。はい。OK。で、バナナはこれで200か。で、切るんだよね、これね。 だ半分でね、まずは。はい。大体半分にしてで、それを5等分にすればいいってことかな。1、2、3。はい。5等分にした。で、レモンが八分の1 8 0ムを10。あ、違う、8 0ムを10個に。

はい、こうして。ちょ、待って、うん。ピースでいいんだね。ピースでいいね。オッケースライスとかは書いてないもんね。はい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 。はい、こうして。はこうして。あー、そっち切っちゃった。ちょ、待って。 はい1234ん切れたこれはい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 でこうはいはいはいこれにいいじゃないのはい1もう入れよこれ全部えああ <laughs> もうなんでよ 全部割れるじゃん。ちょっと、ああ、これも、大変これ。片付け。ちょっと焼いたりするかも。だからちょっと先に作ろうかな、これも。え映していこう。もう、なにこれ、オリーブオイルこれ。な、なんだ何終わっちゃったの、俺。蜂蜜 バナナ、レモン、えー、オレンジオレンジをオレンジをどうするのははははオッケー4等分にすればいいねはいからのはいはいオッケー はい。友情あ、違ょ違ちょうちょうちょこっちじゃないじゃん。こっちだ。あれ違うな。これ、ちょっと待って。オレンジが今、何グラムあったのこれ全部で。60グラムの、だから、これ1個で今、 40g?43? ちょっと待って、これは ?60、あ、じゃあこれを4等分しようか。うん、そうだね。これを4等分しよう。これが一番近いわ。ごめん、ちょっと。切ったのに使わないという、とてもひどい話ですが。あとでちょっとね、あとでまあまあ、なんか、なんかみんなで食べようということで。 あとでスタッフが美味しくいただきました的なことにしようはいでこれを4等分まあなんとなくなんとなくではいえー、っとよいしょあーちょちょちょ,ちょ はい、OK、でカットしたでハニーマンゴー 100g ハニーマンゴーねハニーマンゴーこれか OK いいですねマンゴーでマンゴーがこれは 200g ある 100を。よいしょ。切っていけばいいのか。だから、とりあえずこれが半分的な話でマンゴー、本当はこんな切り方できないよね。種どこ行ったのっていう話だけど。 まあ、いっか。100。あこっちだたこっち置いといて。はい。んで、どんぐらいにカットしようか。まあ、なんか適当に。これで今どんぐらいああ、いいんじゃないだから、これで。 もう気持ち細かく切ってはいはいはいまあまあいいでしょういいでしょうはい切りました、はあいっぱいきたタルトに入れる混ぜたものとレモンとかあこれを全部入れていくんだオッケーオッケーオッケーそしたら出来上がり はい、タルトに、これをもう全部入れていくと。オッケー。あ、でも美味しいんじゃないのちょっと、だいぶ、だいぶ具だくさん、な感じはするけどね。はい。で、これに、これだ。これを注ぎ入れる。あ、違う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 。 ちちちえっと、はい、はい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 あっマジもう最後の最後でちょっとこうしちゃったよーなんでこうなるかなえーっとこれどうすればいいんだこれ 中の中の、そう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 ,そうこれこれこれ入れたいね、これをいけ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 ,いけ,いけ,いけオッケーよしよしよしいいよしなのかこれえこれ合ってるこれこんなえこれ焼かないの冷えた状態で提供するって書いてあるぞえマジ ほんとこれ <laughs> なんか謎の混ぜたものをタルトに移し入れただけ、こう焼いたりしないのこれ。ああ、よ、いよ、いこう言われてるかこれ出そうか、じゃあ。お待たせしました。どうぞ。ああ、食べてるじゃお、ほほほほそんな食べ、お、ほほほ。どんな食べ方 <laughs> どんな食べ方おおえマ、ま、えでこれ何マイナスマイナス <laughs> <laughs> えー、えー、もうめちゃくちゃ時間かかったからってことかこれ。 冷えすぎ計 <laughs> <laughs>、えー、り間違いの食材加熱ミスにもいろいろ不足してるわこっちはあ黒砂糖不足蜂蜜不足下手な食材カットテクニック <laughs> あいちごあれいちご入れてないもしかして。あれいちごどこやったっけいちご忘れた。タルトも冷えすぎ。あー。え、ということで。えー。クリスマスパーティー、楽しんでいただけましたでしょうか <laughs> ね。えー、まぁ、あ、ちょっとじゃあ、一回。 世回ゲーム、ちょっと再起動で、えー、あのね、クリスマスツリーの前で終わりましょうか。あー。やっぱ面白いな、クッキングシミュレーター。難しいんだよ、これ。はい、ここでね、ここで終わりにしよう。はーい。ちょっとこういう感じにしようか。はい、ということで。 えー、皆さん本日は、えー、クリスマスパーティーにお越しいただき、ありがとうございました。ね。ジングーベル、ジングーベル、鈴が鳴る、ということで。ね。クリスマスパーティー、ちょっとやってきたわけなんですけども。えー、スコアが。<laughs> クリスマスハムとね、ポテトの、ポテト添えみたいなやつとね。えー、あとマンゴータルトを作りましたけども。 あと最初のようにスープも作ったね。スープは良かったよね。えー、ということで、えー、2021年の、えー、クリスマスパーティーね、えー、皆さんと楽しく過ごせていたら嬉しいなと、楽しんでいただけたのなら、作った甲斐があるなというふうに思っております。ということで、えー、冷えすぎの <laughs> クリスマス料理と共に、 クリスマスパーティーお届けしました。皆さんご視聴ありがとうございました。メリークリスマス。素敵なクリスマスをお過ごしください。ハッピーホリデー。以上、三浦大地でした。バイバイ。